こんばんは、大塚けほです。よろしくお願いします。今日はですね、就活頑張りたいけどなかなか行動に移せてないなとか、まだ納得できてないなみたいな人に向けて、私の経験談だったりやってきたことみたいなのを交えながらお話しできればなって、アドバイスをしていけたらなって思います。で、なんか私自身周りからすごいねとか、なんかなんでそんな頑張れるのみたいなお話をよくいただくんですけど、まあそういう話も踏まえて、具体的に私がやってきたことだったり、なんかそのマインドみたいなところも含めてお話しできればなって思ってます。なんか少しでもなんか参考になれればなって思うので、ぜひ見てってください。改めて自己紹介をさせていただくと、一橋大学4年生の大塚けほです。去年から動画出てて、あの皆さん私の就活をずっと追ってくださってたんじゃないかなって思うんですけど、一応結果のところをお伝えすると、 TC のメーカー3社から内定をいただきました。第一志望で、まあ、入社先として行くのは食品メーカーなんですけど、もう2月ぐらいからずっと来たくて、なんか来たすぎてもうダイリーの人にうるさいって言われてしまうぐらいの感じの熱意でちょっと頑張ってたっていうところになります。で、まあそんな私から、まあ、第一志望に合格するための、まあ、やってきたことだったり、まあ、私が意識していたことを今日はお話ししようと思います。私が大きくやってきたこととしては3つありまして、まず1つ目がインターン、2つ目が社員訪問、3つ目がガクチカ作りっていうところです。じゃあまず1つ目から順番にお話しできればなっていうふうに思うんですけど、インターンについて自分にとってはすごい良かったなって思う行動です。というのも、そのインターンに行くことでしか得られないマル秘情報を得られたりとか、まあ、社員さんのその雰囲気をすることができるとか、まあ、生の声が聞けるとか、そういうのはやっぱりインターンに行かないと分かんないことだと思うので、インターンに参加してる人と参加してない人だと、その企業に対する理解度とかが変わってきて、なんか面接で志望動機を話す時とかにも違いが出るというふうに個人的には感じたので、結構良かったなって思いますね。2つ目なんですけど、社員訪問ところで、これは秋ぐらいからやってました。で、まあ、私は今のその内定いただいた会社さんに関しては、その社員訪問やったおかげで内定できたのかなみたいな思うぐらい効果的だったなって思ってて、というのも業務の理解度が具体的なところまですごい分かるようになるんですよ。なんか企業に対するマッチ度とかをなんかその社員訪問で確認できたなっていうふうに思っていて、それが良かったかなって思いますね。あとはなんといってもコネクションが作れるのがいいかなって思います。内定をいただいた今でも、その社員訪問させていただいた方とお話をしたりご飯に行くことがあるので、なんかその入社後の、まあ、関係性みたいなところも踏まえて仲良かったなって思いますね。で、まあ、3つ目、ガクチカ作りってところなんですけど、ガクチカに関してはやっぱり今の時代コロナでなかなかその思うように行動できないみたいなこともあるじゃないですか。私も大学 1,2 年生普通にアルバイトして普通にサークルしてって、もういわゆる普通の大学生だったので焦ってたんですよ。就活で何話そうみたいなのはなんか常に頭のどこかにあったんですね。なんかしないとやばいみたいな状況が続いてたので、大学2年生の終わりぐらいに長期インターンを始めました。長期インターンってもうなんかベンチャーとかスタートアップが多くて、もうゴリゴリに入ってすぐあの学生でもビジネスを体験できるみたいなところがほとんどなので、割とすぐあの目に見える成果が出るんですよね。で、私もその2年生の3月とかに入って、で3年生の夏ぐらいには割と自分でも堂々と話せるなって思う成果ができて、それを ES とか面接で話せてたので、なんかそれがすごい自分的にはやってよかったことだなって思いますね。で、なんか今この3つの話をしながら思ったのは、結構全てに共通して周りの人を巻き込んでたなっていうのがあって、例えば ES 提出するのに関しても多くの人に見てもらってたし、社員訪問ももちろん社員の方に頼んだりしてどんどん繋いでもらってた。例えば一人の先輩とつながりができるじゃないですか。で、その方にまた別の事業の方の社員さんを訪問させてもらうんですよ、繋いでいただいて。まあ、その繋がりでいろんな社員さんを訪問できたので、そこはすごい人を巻き込むっていう点で良かったなって思いますね。あとはまあエンカレに所属していたので、エンカレの人に面接を練習してもらったりとか、もう相談してもらったりとか、なんかまあ活用できるものは活用しておいて、まあ、学生という身分を使って良かったなって思いますね。ここまで話すと周りの人になんでそんな頑張れるのみたいな話をよくされるんですよね。まあいろいろ人と話しながら
ちょっと自己分析してみたんですけど、まず一番大きいのは自分で自分の理想を分かっているのかなっていうのがあって、例えば私の理想だと周りから褒められて、かつ自分もそれに納得している状態っていうのが理想なのかなって思っていて、まあ、その理想に近づくためにはやるっていう選択肢しかないんですよね。だから就活でも周りの人からすごいって言われたいし、でかつ自分もそこに納得したいからやるっていう、まあ、そこで理想を叶えるために頑張れたっていうのがあります。まあ、あとはもともとの性格なのかなとか思ったりもするんですけど、努力をしないと安心できないタイプっていうのがあって、ぶっちゃけ、まあ、一橋っていうなんか自分の学歴がアドバンテージになるっていうのはまあなんとなくは理解してたんですね。まあ、これまでもすごい大きな失敗とか挫折とかってなんかパッと思いつかないんですよ。だけどなんかそれは結構なんか失敗しないように生きてきたからなんですよ。だからなんか失敗がないからこそ未知で怖いみたいなのがあって、そのためにまあ頑張るみたいなのがあったんだなって思いますね。だからこそ周りから失敗しない人なんかできる人だなって思われてる分、なんかその期待を裏切りたくはないなみたいな、自分が満足して周りの人もああさすがだなって思ってもらえるような結果にしたくて頑張ってたっていうのは結構あるかもしれないです。後輩とか周りの人にもすごいキラキラしてるって思われがちなんですけど、でやっぱりなんか私結構本当に承認欲求が多分誰よりも強くて、他人の評価を気にしてるんですよね。まあ、本当にそこに悩むこともあったし、やっぱりだから伝えたいのは人それぞれ悩んでるし抱えてるものがまあ違うから、それもそれぞれ個性なので楽しむのが一番かなって思いますね。まあ今話したようにいろんな、まあ、元々の性格みたいなのも割とあると思うんですけど、なんかそれとは少し違う理由として、まあ、就活楽しめたのはやっぱ就活は楽しんだもん勝ち、楽しめば就活もうまくいくし有意義な時間になるみたいなマインドで割と過ごしてました。まあ、楽しいっていろいろあると思うんですけど、私の中ではまあ、4つぐらいあって、まず1つ目が仲間、例えばさっき話したインターンとかで同じグループになった人と仲良くなって、で今も遊びに行ったりするんですよね。大学も違うしサークルも違うし、絶対今までだったら会わなかったような人とお友達になれて、それがすごい嬉しいんですよね。そういうコミュニティが広がるっていうのはすごいワクワクしますね。2つ目は生活やってるといろんな業界だったり会社を知って、普通に生活してる時に自分の知識が活かせるんですよ。例えば総合商社っていうのを理解して、なんかそのサービスのクレジットとか見て、この商社は変わってるんだみたいな、あこんなお仕事もやってるんだってなって、あーってなったりとか身近なところで言うと、まあ、電車の CM とかテレビの CM とかで、あーこれ何々の企業だとか、あとはディズニーランド行って、あーここ企業さんスポンサーやってるんだみたいなので、まあ、会社っていうのが関わってるって思うと社会の構造がすごい理解できるようになって、なんかより社会を知ることができるようになるっていうのは面白かったなって思いますね。3つ目は結構 2C の話なんですけど、例えば食品メーカーとかだったらインターンに行って商品の話とかをしてくれるんですよ。この商品の背景にはどういう思いがあって、でなんかこういう工夫があってみたいな話をしてくれるんですね、社員の方が。でなんかそういうインターンを経て実際に生活でそういう商品を見るとちょっと思いが入っちゃうというか、あこういう話してたなとか、そういうの思い出してちょっと感慨深くなったりするんですよね。なんかそういう感じで日常がちょっと楽しくなるっていうのはありました。でなんか最後4つ目なんですけど、なんか第一志望を見つけた時ってなんか自分が恋愛で片思いしてるみたいな気持ちになるんですよ。で片思いってすごいなんか一番ワクワクするじゃないですか。まあそうですね、恋愛みたいな状態になって楽しいんですよめちゃめちゃその会社が好きになるんですよね。なんかまあこんな感じでずっと私は割と楽しめてたのかなって思いますね。実際に皆さんも就活イコール苦しいみたいな感じじゃなくて、本当に楽しんで過ごしてもらえたら嬉しいなって思いますね。まあいろいろちょっと偉そうに話してきたんですけど、本当に私も本当は小心者なので、やる前めっちゃ怖かったんですよね。それこそ長期インターン一番最初に始めた時はメールとかともないし、社会人と一緒に仕事をするっていうのもなんかそんなないし、なんか社会人相手に仕事できるかって本当に不安だったんですね。名刺交換とか習ってないのにとか、挨拶とか習ってないのにみたいな、
なんかそういう怖さはめっちゃあったんですね。それこそなんかさっきの話に戻るんですけど、失敗したくないみたいな思いもあって、結構プレッシャーを感じてた部分はあります。だけどここで頑張れば将来楽になるなとか、自分が理想とする状態に近づけるなって思って、まあそれが原動力になってましたね、今思うと。でもなんか実際にそういう長期インターンとか、まあ私結構いろいろなんだかんだやってきたんですけど、なんかやってみて思うのは、本当に少しだけでも行動するだけで見える世界全然変わってくるんですよ。私も長期インターン始めて全然世界変わりました。そういう風にちょっとの行動で変わるなら、まあ挑戦した方がお得だなって思うんですね。実際に本当に叶えたいことが叶うか叶わないかなんて、まあ、正直誰にも分かんないじゃないですか。だけど本当にちょっと頑張るだけでも可能性が高くなるなら、まあ、やってみた方がいいよねって話なんですよね。まあ最後になるんですけど、周りと比べちゃってなんかうまくいってないなとか、なんか自分ダメだなって思ったとしても、なんかその差は本当にちょっとだけ勇気を出すだけで変わるので、小さい一歩かもしれないけど、将来的にはもう大きな自分の世界を変えるいいきっかけになるかもしれないので、頑張ってほしいなって思います。なんか私自身、キイちゃんすごいよねとか、キイちゃんほんと頑張ってるってよく言われるんですけど、やってることがすごいとかじゃなくて、今まで使ってた時間を別のことに少し他の人と変えただけなので、その積み重ねが大きな変化になると思うし、まあ自分自身今結構自分には納得してるので、そういう自分自身の納得とか成長にもつながるんじゃないかなって思ってます。以上、私から伝えたいことでした。今日の私のお話が、その見てる皆さんの一歩を少しでも応援できたらめっちゃ嬉しいです。いろいろ話したんですけど、一つからでもいいので取り入れてもらえたら私自身も嬉しいです。本当に嘘じゃなくて皆さんのこと応援してるので、ぜひ頑張ってほしいなって思います。応援してます。ご視聴いただきありがとうございました。私が本選考を通過した ES を20社以上まとめたものを特別にプレゼントしちゃいます。概要欄からリンクをチェックしてみてください。